孫雲仙、孫雲仙は、中華民国の政治家、高級技官。春ン工業大学を卒業後、国境内戦期間中は、国民政府と共に家族と台湾に逃れ、台湾電力総経理、交通部長、経済部長、行政委員長を歴任した。政府要職に就任した20年間で10、大建設を推進し、離国家内と共に、 新築科学業園区設置を推進し、台湾初期の科学技術政策を立案した。現在台湾では台湾科学技術の基礎を築いた人物とし、台湾経済的推定と称されている。1984年2月24日、行政委員長就任中に脳一血を患いながらも、病状の回復とともに車椅子により、正解に復帰した。 その行動と言語能力の一部を喪失しながらも政界に、復帰したは国民党をはじめワン政界に影響力を有し、その後4年間にわたり国民党の元老として影響力を行使し、総統選挙では連戦候補の応援活動を行っている。2006年2月、合併省により台北市内で92歳で成去した。1913年は、 三島省法来県の一般家庭に生まれた。父親の孫陽正が不在がちであったことからは、幼年期は親族から疎まれるなどをしたが、その苦境がその後の強烈な個性へと繋がっていい。1925年、幼少より文学者を夢見ていたであるが、父親の中国に必要な人材は、工学とロシア語であるという意見を入れ、父親と共に、 ハルビンへ移り、ロシア人向けの教育機関である路教実業中学に入学し、ロシア語を学んだ。1927年は、ハルビン中路工業大学校予科で学び7年の大学生活を送ることとなった。在学時代の成績は、極めて優秀であり、1934年に主席で卒業している。1934年、 ハルビン工業大学を主席で卒業した後は、人材の流出を制限していた、満州国から商人に扮して脱出、母親と共に弁護士をしている父親を頼り転身に移り、その後チャンス商連雲蛛校の発電所建設に参加している。そして自ら発表した送電ネットワークに関する論文、配電網新参法が注目を集め、 南京国民政府資源委員会に招聘され、商談、商工発所の準備建設に携わった。1937年に日中戦争が勃発は、戦時臨時発電所の設置に従事し、その後政府の指示により、自力で輸送部隊を結成し、商工発電所のタービンを3ヶ月の時間をかけて、徒歩で先生から重慶に成立している。 さらに政府命令により青海省に赴き、省内発の発電所を建設し自ら所長に就任した。その後発電所建設と移設の功績が認められ、は、政府から米国テネシー州のダム管理局への冊子出張を命じられた。その後1945年に帰国している。1945年10月は台湾電力の機嫌所長に就任。 台湾電力の電力供給システムの修復を担当した。当時の台湾電力は同盟軍による空襲で甚大な被害を受けており、発言能力はかつての10%までに落ち込んでいた。旧台湾電力株式会社日本人技術者の協力を得て34名の中国人技術者、日本統治時代に活躍した志向愛等と協力し、勝率台北工業職業学校、 台湾省立工学院の3、4年生を実地研修させながら修理を行い5ヶ月の間に台湾島内の80%の電力供給を復旧させ1946年10月30日に実月単発電所を現在の体幹省の戦後復興作業が終了にしたことを宣言している1950年国境内戦の結果宣大した国民政府は 外貨準備工が枯渇し、国家財政破綻の危機を迎えた。同年総工停止に昇格したは、各方面との接衝にあたり、米国企業から200万アメリカドルの融資を受け、カラス、来る道から発電所、台湾東西武装電連絡線、立り発電所、新築変電所などの設備を整備した。その中で、台湾で初めて自力で設計。 建築されたカラス来水力発電所は台湾の工業史の中で大きな意義を有した。これらの工業成果と朝鮮戦争により米国政府が国民政府を反共勢力として重視したことで米国により台湾の電力建設への積極的な支援が行われ1957年までに台湾の発電量は2倍に増加。その中では将来の台湾の発電は 水力から火力になることを予想し火力発電所設が推進された。その後台湾電力総経理に就任したは、米国政府の大口径総合開発計画への支援を獲得、特機ダムの建設やモブ方式による会社制度の確立と農村の電化を推進し、当時の台湾の電力普及率は日本や韓国をしのぐ99.7%を達成した。 1964年、台湾電力の業績は、世界銀行の字幕を集め、は、その昇平を受け、ナイジェリア国家電力会社に出向し、CEO に就任した。在職した3年間、は、国際プロジェクトである、ニジェール川水力発電計画を推進し、ナイジェリの発電量を88%増加させる、ことに成功した。 しかし台湾に残した母親の病状が悪化したことにより1967年に職を辞して台湾に帰国している。1967年末、技術官僚として政府中枢より注目されていたは、現夜赤内閣で交通部長に就任した。就任したはまず農村での道路整備政策を、その後全国の道路網整備を推進し台湾の自動車工の基礎を築いた。 また、十大建設計画が推進されていた時期でもあったため、北海線、中小企業、台中港、総合港、鉄道電化、中山高速航路等の建設計画を担当した。1969年、経済部長の東西洋がガンで休止するとは、経済部長に転任した。九百七十年には台湾は、対外貿易で大きな発展を見たが、 間もなく国際連合を脱退した政治情勢の変化と1973年に発生した第一次オイルショックは台湾経済に深刻な打撃を与えた。は、訪問団を引き、サウジアラビアを訪問し、経済協力と引き換えに中東の石油資源の確保を図っている。しかし、国際原油価格の暴動は台湾の消費物価の急激な状況を招いた。 冷え込んだ台湾経済復活のため、1972年、小慶国内期は一連の経済発展計画に着手、1973年にはにより、韓国の科学技術院を参考に、官民資本により工業技術研究院を設立、規制緩和を実施したカタグルで海外で活躍する学者の帰国を推進した。当時立法院は、院は、 政府が出資したものであるにもかかわらず、財団法人化したことで管理権を許さないことに、反対意が相次いだが、は、各方面との折衝の結果過半数を、かろうじて確保し後継員の設立を実現させた。このことよりを、後継員の父と称すこともある。1974年、運は、米国 RCA 研究室主任の半分園と、協議を行った後、 半導体産業を台湾における1970年代、中期の基幹産業都市、後見院技術顧問委員会を設立、RCA より技術一転し、集積回路の技術習得を決定した。この RCA 計画には1、000000 000、000アメリカドルの資金が必要であり、当時の台湾経済には過度の負担になるとし、 反対意見もあったが、の政治力により計画は推進されていった。1977年は国防部と協議し、新築に化学塩区の用地を取得した後、1980年代に完成した。新築化工業塩区が完成すると台湾は、世界中での数少ない集積回路の生産地としての地位を獲得した。その後後、県人と、 半導体産業は1980年代から2000年代の台湾国内産業の権威役を果たし、1978年、政委員長であった小慶国が総統選挙に当選するとは行政委員長には適された。人形政委員長に就任したは台湾の観光資源と天然資源の保護を提唱し、1979年4月には行政委員会で、 台湾地区総合開発計画を通過、玉山、根底、雪山、大鳩尖山、ふと白角渓谷、蘇花航路、東部海岸などを国家公園予定地に指定、内政部での積極的な処理を指示した。1980年、国家公園計画が初めて政府の重要政策に加えられ、345万元の国家公園建設予算が付与された。 内容は主に、根底国家公園を計画の対象としたものであり、これは、当時内政部長であった、張豊課長が、平東が出身であり、根底遺体を熟知するとともに、本人も自然保護に積極的であったことにもよる。根底国家公園は1982年9月1日に、台湾発の国家公園として、正式に設立された。 行政委員長としての最大の資源は、米大断交である。当時は、愛国運動で民衆の米国政府への不満を和らげるとともに、海外渡航解禁を宣言していた時期である。新築科学園区は、米大断交の10日後に開園することから、多くの海外在住の台湾人を帰国させることに、成功し民心の安定につながった。同時に、米国政府へ、 働きかけ1979年には台湾海警報を米国議会で成立させ、両国政府は断交後も実質的な関係を維持することとなった。1979年、ビレー島事件が発生すると国民党政府は台湾の民主化勢力への弾圧が強まった。は、技術官僚出身とはいえ政治的混乱に巻き込まれることとなった。1982年、 経済発展に伴う貧富の差の拡大に対し、内閣社会基礎の構築と農民所得向上を政策に掲げ、200億元の資金を投入し農業従事者と非農業従事者の所得格差の均衡化と農村福利構成の整備により農業従事者の生活水準の向上を図った。そして自身も積極的な視察活動を行い多くの民衆の支持を獲得した。 が、行政委員長に在職していた期間中、台湾の消費物価は安定し、国民所得は1977年の1182元から1984年には3倍弱の3134元に急速に増加させている。脳一血で倒れた後のは、車椅子で時々公益活動や国民党の活動に参加する程度であったが、それでも、 投資基金会の名誉顧問に就任している。また1996年にはの古くからの動揺や部下と共に基金を設立。当初は優秀な公務員の表彰。後に公共政策の研究、シンポジウム、論文発表、出版事業などを行っている。その政治的貢献の大きさから行動に制限はあり、 政団への露出度が減少したであるが、国民党の各種選挙活動の中で重要な役割を果たす人物の一人であった。民進党に政権交代が行われた後も、相当不姿勢の在職し、この他連戦による相当選挙でもは、国民党を党員であれば無条件で国民党候補を支持すると表明し、不自由な体ながら選挙運動に参加し国民党への忠誠を、 アピールした。2005年以降は病状柄監視できない状況となりが公衆の場面に登場することが極端に減少し、2005年8月16日に行われたバイエー級の国民党主席選挙当選証書の式典であった。2006年1月30日、呼吸困難に陥ったは病院に搬送され、心筋梗塞、急性内臓疾患、急性肺推薦と、 診断、2月2日に一旦新停止したが、2月15日0時33分、台北市第北英民葬委員で93歳で、逝去した。2月25日、総督府は国葬方式での葬儀を実施、連戦を葬儀委員長とし、国旗国民党陶器で包まれ出棺し、相当であった沈水編。 副総統であった、旅修練及び御委員委員長の三列の仮葬儀が、実施さ、その後キールンシナナとの近々母園に埋葬された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。